軽さを設定してください。どのくらいがいいかな。こう、まあ、いっか、標準で。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。SD ガンダムバトルアライアンス体験版やっていきましょう。規約同意する。同意する。同意する。さあ、ニューゲームやっていきましょうかね。まずはオプションをちょっと見ていきましょう。ゲームシステム、カメラスピード、カメラスピード、ノーマル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 。キーコンフィングもとりあえずは、とりあえずはノーマルでいきましょう。さて、ですね、こちらの SD ガンダムのですね、SD ガンダム系のゲームになるんですけども、 G ジェネレーション以降だと、単独では久々じゃないですかね。アクションものっていうところなんですけども、SD ガンダムなんだっけ、Wii で出たスカッドハンマーズは覚えてるんだけど、それ以降に出たっけな。アクション系多分出てないとは思うんですよ。あとはもうGジネとかシミュレーション系か、なんだっけ、ガンダム、ガンプラとかを題材にしたあれ、あっちの方で、まあ、機体だけ参戦っていう形ではやってましたね。それは見たんですけど、それ以降は見てないですね。アクション系の SD ガンダムの単体っていうのがね、多分これ久々なんじゃないですかね。というわけで、早速やっていきましょう。もう SD ガンダム好きとしてはね、たまらんですよ。まあ、どういった内容かっていうのはもう見ての分かる通り、この各 SD、各ガンダムの、舞台を、点々としていき、まあ、そこら辺で起こるいろいろな、ね、事象とかを、体験していこう。SD ガンダムで体験していこうっていうやつ。ただ、ミッションセレクト。ただ、やっぱりそれだけじゃなくて、このオリジナル要素として、まあ、なんか謎の組織によるその歴史改変。20世紀 0079 11月ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。今のは何？いきなりこの何、体が粒子分解してしまうっていう。こちらギャザーロード隊、ピピタ。どうたら意識消失。小隊長、作戦前なのよ。小隊長、呼んでるけど。ユノ特務総長、緊急回線を。分かったわ、ハロ、回線つないで。おお。
キャラクターが表示されましたね。ユノ・アスタルト、ね、これが今回のヒロインみたいですね。了解了解。ハロハロ持ってんだ。しかもこれ声山口カッペぽいけどね。どうなんだろうな、山口カッペっぽいけど違うような感じがする。ハロー小隊長、ハロー小隊長。違うね、カッペさんだね。う、ユナの個人端末か。ここはどこ、私は誰、俺がお前で、お前が俺で。違う違う違う。あ、じゃあ、え、選択、返事を選んでください。あ、これ選択肢だったのか、びっくりした。で、いきなりこういうネタをぶっこんでくる。お前が俺でうるさい、黙って聞け。突っ込まれたんだけど、ハロに突っ込まれたんだけど。で、これが一年戦争だと、一年戦争だとまずここにハロがいるっていうのがおかしいんだよな。この時点でもうなんか、狂ってきてんのかな。先に聞いておきたい、認証コード確認。まあでもこういうゲームってそういうあのガンダムの正式な歴史に沿ったわけじゃないからね。名前を登録しろ、ここで戦う君の名を。君の名は違う違う、やめろ。危ね危ね、あれで君の名はになってた、まずかったね。アルカ・アドニス、プレイヤー名前を名を受けて、決定したプレイヤー名は変更できません。プレイヤー名はマルチプレイ時に公開されます。本名、メールアドレス、電話番号など個人の特定につながる情報は、入力しないでくださいということですね。電話番号をプレイヤー名にするやつなんているのか。どうしよっか。一応これ標準なんですけど、あの基本的に私のスタイル、あのプレイスタイルだと、もう基本的に、名前が決まっているものはもうそれで、通していく、主義なんですよね。まあいっか、マルチするわけでもないからいっか。これで決定をして、これか。じゃあ、デフォルトネームアルカでいきますね。セーブデータもありますね。体験版なのでまず1つ、スロットは3つあるみたいですね。登録完了。階級は少尉、地球連邦軍所属。あ、でも山口カッペじゃない、なんか微妙に違うんだよな、山口カッペとは。この地球連邦軍が青くなってるっていうことは、これストーリー次第では変わるっていうことなのかな。特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。これが今回のゲームの、まあ、メインとなる、舞台、そして、主人公ですね。なるほど、今回選ばれたのは君か。やっぱりそうか。ハロがここのこの時代にいる、あのこの時代で他の隊にハロがいるっていうのはおかしいなとは思ってたんですけど、どうやらその歴史外の存在みたいですね。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう、 G の空で。というわけで G の空でまた会いましょうということで。バイタル回復、小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ、しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。わかった、ギャザーロード隊ゼルゾ、この機体のデータ取りだったな。これは2度目の出撃なのか、どれになるのかな。これもしかして時間制限はないよね。そうだな。とりあえずさっき出撃したもんな。これまだ夢の中にいるの？もしもし。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。
モビルスーツ開発ミッションで経営ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇戻されたように感じる時間戦場を取り巻く夜間このオデッサ戦線で自分たちの運命をリナ歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた戻って各機のモニタリング開始マーカーに従って目的地まで移動してちょっと時間ステップダッシュジャンプ確認しろブーストゲージの残量には気をつけてねめっちゃ言われるんだけどちょっと時間を戻されて SD になっちまったぜみたいな感じかなおーいいねーもうこの歩くだけでいい歩くだけで素晴らしいわジャンプ2回押すとダッシュ今これジャンプあはいはいはいこういうことですこれ何も十字キーを押さずにジャンプすると普通のジャンプで、ジャンプした後に十字キーを押しながら、もう一回 B を押すとあのダッシュですねでいるステップ回復もうこんな感じで L ワイドで視点切り替えは、R ですね R のステップですねはいダッシュをジャンプと併用しているように勘違いしてしまうカメラ行ってこんなことでぐるんぐるんして両気が2人あちなみにですねバトルアライアンスね私プラモ限定版の方でロックオン敵を狙いやすくなるわやってみてはい、はいはいあロックオン成功狙った敵を正面に捉えられるからねある？あれかムービープラモ付き限定版の方を私買いましたんでね予約しました特殊格闘は X おうああまだ来る小隊長打ち上げちゃって敵無防備敵無防備打ち上げ攻撃で、敵を空中に上げれば連続攻撃で畳みかけることができますジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるからそれも試してみてこれでおお効果ああ戦略性が高いっすね両機を助けに複数増援マジで先手必勝そうね回転攻撃ならまとめて切れる招待者回転攻撃もある回転切りを使えば、周囲の敵を一撃でワイナーが欲しいああいいね2号機3号機の連合に回って招待者まだ今格闘しか押してないどうしかしない。いいね、コンボ性がいいですね。こういうの待ってたんだぜみたいな感じですね。人使いが荒い。小隊長大変だな。幼馴染だ。戦場なんだから手心は加えないからね。もう少し手心というものをつけて。こんな感じかビームスプレーガンのセーフティーを解除だけの敵を片付けてずっとはジャンプしながら撃つと当てやすいからねこれか増援かサブ兵装を使います3号機突っ込みすぎないで招待者援護をテイト集中テイ
リロードに時間がかかるからね。目的地マークを更新。いよいよね。変更しすぎたかな。友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。全員巻き込まれてんのか。っていうかもう前方ジオンの陸上戦艦ガブだよ。はい、だ敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで待たせないと。あれ、友軍機の反応がない。サカ全滅。入った。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。覚悟を決めるしかないか。みんなリペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。リペアキットを使えば機体の HP を回復することができる。来たな、オープン。おお、上から来るぞ、気をつけろっつって。あー、いたて。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援招待、ギャザーロード隊。おかしい、連邦軍は私たちに存在していない。撃つぞ。届かない、届かない。みんな撃って撃って、みんなそこだ。あ、いやいやいや、くそ、まだか。ギュッテリア。もうみんなガンガン喋るから。新たな敵？なんだ、冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が？ぜひ撤退を。招待状、危ない。緊急ブレーカー作り実行。宇宙世紀 0079 オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰？一体何が？それは後で。ブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。もうここまでね、あんまり喋んなかったけど、もう会話がもうボイスみんな入ってるから。ボイスみんな入ってるから、もうこっち喋る、機会がないんだよね。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。SNCRA/1351420。管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステム、スタンバイ。プログラムテオス、作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。ここでですね、漢字のこのガンダムが出ておりますね。この漢字のガンダムが出るのって、SD ガンダムの武者ガンダムでしかないんで、これが入ってるっていうことは、武者ガンダムも、このゲーム入ってるんですよね。プレイアブルの方だけだったと思いますね。さすがに、武者ガンダムのストーリーは組み込んでないとは思うんですよね。でも、組み込んでたら面白いよな。戦士たちのシステム。コンテナ、ミッションではコンテナが配置されていることである。コンテナが、ははひゃ。チュートリアルはまだ続くのかな？小隊長、無事？ここはどこ？何が起きたっていうの？ジムのモニターデータもおかしい。小隊長、機体にトラブルが起きてるの？両機の存在が消えたんだが。顔が表示されます。何を言ってるのかわからないんだけど、
それに2号機と3号機はどこ。待った、ミノ姉さん、それどころじゃないんだよ今。姉さん、妹なの。この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。特攻にされてるやん、ホワイトベース。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長を起動します。アムロ総長は、奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの。あー、これあれですね、アムロが家出中の時ですね。カメラ視点、あ、すげえ、カメラ視点ここまで寄れんの。あー、いいね。これ他の機体を入手した人はもうこの視点たまらんでしょうね。早く製品版やりたいわ。当てる。肝心な時にね。いつの間にか隊長喋ってんだけど。ドム、ザクタンクマニアックだな。まだなのか。これ系でザクタンク出たの初めてじゃない？初めてか？な？でもあんま出ないよね、ザクタンク。こういうアクションゲームの方で。俺見たことないんだけど、あんまり。おっと、今度はジオン軍の通信応募じゃ。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ダルタイ。あ、いた。隊長やりました。ザンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば。あ、そっか、ランバラル声変わった。我々の戦いの意味はない。ラルタイ、ランバラルタイ、どうやって防御したの。気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースです。あ、隊長さん、どんどん進め。ラルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。ビームスプレー版ガンが弱い。めっちゃ投げられてる。落ちた。で、頑張らる声変わってるな。まさかこいつが連邦の白いやつか。見ていたのと違うぞ。はい、我々の標的はあくまでもだが、モビルスーツごときにうろたえるな。しかし、あの黒い角なし、ガンダムによく似ている。連邦もいよいよモビルスーツの量産を始めたという。わあ、休む暇がない。そこ、そらサブシェード使ってみる。のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ、遅いぞ。何やってんの。指揮士からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。そこだ。まだだ。でや。あんまり打ち合い。あ、ザクキャノン。ザクキャノン。プレマス石か。強力な熱源反応。どこだ。誰が来る。木馬を落とす。抜かれないよ。お前たち。違うね。
ザク、ザクよりもめちゃくちゃややこしいやつになったね。邪魔。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔するやつは全部敵だ。いやいや、ガンダム、ガンダムですね。その通りです、艦長。ガンダムバルバス、あ、いた。本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ナンバラル隊がいること自体が、あ、やばいやばい。それがヒストリーブレイク現象。真実を、これさ、これさ、ここは切り抜けて言うんだけどさ、ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。だったら帰ってくれない？必ず戻るよ。まだ動く。た、あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの？歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺にはわかんないよ。私もよ。でも確実なのは、今の状況は間違ってるってこと。打ち上げができない。ユノ姉さん、バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト、頑張って。勝ったらご飯大盛りよ。ああ、腹減ったな。早く帰らないと、アトラが心配する。あのさ、おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。スペシャルアタック。それで決める。またね。このボール、終わりはしない。お手伝いな。フェルヤ、どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル大尉のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル大尉やザクはどうなったの？説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。いやー、いや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 、もう会話がさ、もうポン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 早すぎてさ、こう感想を挟む暇がないんだよ。まず最初に、言いたいことは、バルバトスでジム相手で、じゃあじゃあもうジムでね、バルバトスを相手にするのは無理。厳しい、やめてくれよ。いきなりバルバトスだぜ。言ってしまえばあれだよ、最新機だよ。ハサウェイ、まあ一番新しいのはハサウェイだけど、あれは、とりあえず置いといてということで、考えたら、バルバトスって、ね、疾風。アルバトス相手にきついよ、ジムは。ミッション何ももらえなかったし。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。制服が全く違う。待って、他の隊員たちは？小隊長、彼らの姿を見た？いや、見てないですね。2号機3号機は確認できていない。ホバートラックの人員はどうなんだ？すまん、ユノばかり見ていたから。平手打ち食らう案件。ああ、でも2号機3号機確認してないんだったら、ホバートラックの人員はどうなのかっていう。
なことばかり言う謎の子が運転してたのよね。妹じゃないの？ちなみに運転だけじゃなく整備なんかもできるよ。万能。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんとユネさん、あとはハロくんだけだからね。ハロも。ハロユノ、ハロユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。なんかさ、キャラクターのデザインがね、トキタ、トキタさん、トキタ先生に似てる気がする。トキタコイチだっけ。そう、時田光一先生に似てる気がするけど、気のせいかな。今はどうかはちょっとわかんないんだけど、最近まで似たような世界観の漫画を連載してたよね。ガンダムエースの方に。今は、ガンダムウィングの外伝を改めて書き直してるんじゃないだっけな。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの？残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。このゲームの大まかのあらすじとかは、一応パッと目は通したんですけど、詳しくはちょっと理解はしてないんで、もしかしたら何らかのそのつながりがあるのかな。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの？そうですね、もう俺もプレイヤーとして俺も聞きたい。落ち着けユノ、脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ライブラリにファイルが追加されました。宇宙世紀の歴史、1年戦争とギャザーロード隊。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの？未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、我々がホワイトベース隊となっていたのはなぜだ。歴史から排除され、排除がどうとか修正がどうとか。ガンダムバルボトス超かっこよかった。そうね、ガンダムがありながら装甲の曲線が美しい。お、わかるね。じゃなくて問題は何がどうなってあのガンダムが現れたかってことでしょ。いや、いいね。真面目な選択肢とかじゃな、だけじゃなくて、こういうちょっとね、コメディ要素の入った選択肢もあるのがいいですね。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。でしょ。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 番号かい、それが名前なの？じゃあ SACRA だから、さくら、その後のスラッシュもくっつけてさくらスラッシュ、さくらって呼ばせてもらうからね。さくらっていうところまでは良かったんだけど、スラッシュってそのままそのままつける、そのセンスはどうかと思うんだが、なんか必殺技みたいな名前になってんだけど大丈夫なの？さくら、さくらスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた
新しいコード名。妹じゃなかったんだね。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。いいんじゃない、円滑な人間関係を合わせるには、あの言いやすい名前とか、まあね、あの言ってしまえばあだ名とかね、そういうのがあった方がいいか、あのそういうのがあった方もいいですからね、今ちょっとあだ名についてはちょっとデリケートな感じね、扱いがちょっとデリケートな感じにはなってるんですけどもね。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。なんかちょっと違和感が。ハロー、サクラ。ハロー、サクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて、史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるで、さっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど。はあ、なるほど。まあ一応ね、その歴史としてはあるものの、なんて言えばいいんだろうな、マルチバース、マルチバースの中央に位置する人たちに呼ばれたっていうことなのかな。腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。おい、ちょっと待てよ、2号機と3号機は腕利きじゃなかったのか。選ばれた。史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの。ライブラリに、ファイルが追加されました。歴史の記憶、記憶倉庫、記憶庫、G ユニバース。G ユニバースっていうのはね、俺らが大好きなものさ。コンピューターのデータ領域、G ユニバース。私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。個人的に気になるのは、その G ユニバースの中にあのラクロアとか、あのアークとかは入っているのかどうかっていうのね。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉することでね。ああ、なるほど、仮想世界でのシミュレーションね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？あれか、逆転現象みたいなもんかな。現実で、そのシミュレーションでこの影響を与えたりするんだけども、それが、まあ現実、それが逆になってシミュレーションで起こったことがこの現実に反映されるね。記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。2回目なのかよ。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか。あー、1回目やらかしたやつが原因っていうことか。ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。教育型、人間じゃない。あ、そっか、なんか番号で言ってたもんな。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね、ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。あー、 G ユニバースの権限を持って実力を行使するみたいな感じ。バルバトス、ランダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。確かにね、あんなもん一年戦争にいたら
一年戦争にいたらもうめちゃくちゃだよ。一騎当選どころの話じゃないよ。アムロ、ガンダムでのアムロでも勝てるかどうかわかんないよ。なんだっけな、バルバトスってエネルギーどうなってんのかな。無限像ではなかったような気がするんだけど。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。そうなんですよ、そこなんですよ。このジムだけで他のガンダムを相手にするの厳しいんですけど。あ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。弱くなってない？ちょっと待って、弱くなってない？データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。あー、やった。ちょっとあのガンダムクラスを用意してほしいよな。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。同じじゃねえか。悪くはないけど同じじゃねえか。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？無理だよ。ね、ね、あの敵軍の機体なのに確かに名機だとは思うけどって言ってる部分、あのこの子はあのやっぱりちょっと着眼点が素晴らしいですね。ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。あれ、そんな設定あったっけ。パンチ一発でモビルスーツを破壊するパワーを出すザクなんて、いたっけ。なんかあのククルスドアン専用ザクしか思い浮かばないんだけど、他にいたかな。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。あ、カスタマイズですね。やったぜ。モビルスーツセッティングでは、登場モビルスーツの変更やモビルスーツの強化、SPA を使った、時の BGM 変更などができます。はあ、まずはザク 2F 型を 強化してみましょう。めっちゃ進んでいくな。モビルスーツはキャピタルを、消費して、強化することができます。キャピタルでいいよ。強化可能なパラメータは HP、ブースト、格闘、射撃の4種類。自分好みに、モビルスーツをカスタマイズしてみましょう。試しに強化してみましょう。HP 以外のパラメータは設定してあるので、HP にも、キャピタルを振り割ってください。あ、じゃあ割り振ってください。は、最後に強化段階を設定して実行してください。レベルアップ。強化済みのパラメータの、強化段階を下げることで、強化チューンポイントが手に入ります。このポイントを使えばパラメータの再割り振りが、可能です。ただし、強化チューンポイントは他の機体には持ち込みません。あ、一応この割り振った、機体で、これはもうちょっと格闘向きかなと思ったら、HP のやつを減らして格闘にこのドンってね、乗せることができるっていう。ただ他には使えないね。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。ああ、まあ確かにそれだったらあのパンチ一発でもガンダムと渡り合えるザクが完成するかもしれないね。ただやっぱりザクはザクなんで。MS 解析率を上げれば
新しいモビルスーツを開発することだってできるから。まあやっぱそうだよね、このガンダム系のゲームはね。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。はい、っていうかハロ先輩、クロスボーンくださいよ。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。これちょっとハロあれだよね、あのクロスボーン開発した時のハロの反応見たいよね。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、ソドン、アドン、ウドン、ラドン、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。あそこのシーン見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。俺が最後にあのランバラルの元の声の人を聞いたのは、ビルドファイターズトライかな、トライの時かな。そこでランバラルの人の声が、変わったんですけど、それ以降はちょっとランバ他の状態は聞いてないんで、どうなのかな、療養中、まだ療養中なのかな、それとももう回復してんのか。あんまりちょっと最悪なことは考えたくないな。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。バルバトスに変わるのはひどいと思うよ。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。よりによってバルバトスだもん。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星、ホストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。木星船団、一年戦争の時に木星船団なんてあったっけ。このユノってこうも、あ、ね、でも G ユニバースを一通り見せてもらったからかな。ちょっとこの子の設定もなんかあやふやな感じがするね。大丈夫だってユノ姉さん、一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。2回目の影響なのかな。ライブラリにファイルが追加されました。ブレイク現象とブレイクミッション選択。どうしよっかな。このまま続けていくともう1時間になるんだけど、まあいいや。とりあえずもう全部終わらそう、チュートリアルは。そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。サクラ、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。おーい。さりげなく巻き込まないで。いやいやいや、いや頑張るけどさ。操縦には何の違和感もない。やれるさ。サクラ、お前のために頑張るよ。ユノのプログラムで何か、策は打てないのか。どれにしよっかな。
ネタ系は多分これだと思うんだけど。いや、ちょっと待てよ。このセリフがあるっていうことはさ、これさ、ヒロインの好感度、好感度システムとか、あるわけじゃないよね。エンディングに左右する、左右するような、好感度ポイントがあるわけじゃないよね。だって、もうこの二人で分かれてるもん。うわ、どうしようか。これ、まあ選択肢迷うよね。じゃあ、とりあえず、そうだな。今の話を聞いてこっちかな。ユヌのプログラムで何か策は打てないのか。やってみる価値はありそうね。私のプログラミングがうなりを上げれば、ジムを無敵にしたり、強制的にミッションクリアも。おう、チーター。そういう行為は、Gユニバースでは認めておりません。こいつチーターだった。ダメですよ、ユノさん。それはダメですよ。確かにね、なんかできないかって言ったのはこっちなんですけど、チーターはダメですよ。問題はそれをやって、私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに数字が来るはずだよ。管理システム怪しいよな。ミッション選択、ミッション選択、ハローを操作しろ、ユノ。私たちが知らない、ポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。そうそうそう、鉄血のオルフェンズ、あれに登場するガンダム系の、ガンダム系っていうかモビルスーツ全般の機体っていうのは全部ビーム兵器が効かないんですよ。ビーム兵器が効かない上に、効かないので、全部物理攻撃、が主体となってるんですよね。言ってしまえば、大型モビルアーマーのメガ粒子砲、あんなやつでも、メガ粒子砲でも、メガ粒子砲なんですけども、あれを、量産型の、まあ、言ってしまえばザクみたいなやつ、ザクみたいなやつが、縦一枚で、肩の縦一枚で、防ぎきれる、防ぎきれたりもするっていうね、そういう、まあ、装甲、特殊装甲なんですよね。だいたいそんな。引きにくいってこと？じゃあ、パワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら？そういや、あれビームサーベルもなかったな。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。そういうのでザクか。まあ一応あの世界にザクっていうのはまあほぼほぼ違和感はないとは思うけどね。なんだってもうザクはもう千年か万年の時を超えて愛用される機体ですからね。ボルジャーノンっていうやつがいるんですけどね。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。本当ですよ。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。いや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 、違う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 。ガンダムのガンダムのレベルが違う。ガンダムのレベルが違うんですけども、その伝統じゃないよ。どんな伝統だよ。ガンダムバルバトスとザク F2 って。強化されたザクに、登場して次のミッションに出撃してみましょう。セービング、オートセーブですね。新たなミッションが解放されました。未来の報酬、ブレイク。新たなミッションが解放されました。基本チュートリアル。新たなミッションが解放されました。応用チュートリアル1。応用チュートリアル2。
となっております。今回あれあるの、あのこれあるのかな、あのチュートリアルをクリアしたら報酬がもらえるってあるのかな。はい、ね、ミッション、セッティング、スキルセット、アイテム、ローカル対戦、ライブラリーで、領域情報にオンラインプレイ、セーブロード、とりあえず一応あのオートですけどもセーブしていきましょう。はい、セーブしました。というわけでですね、ちょうどキリがいいところになりましたので今回はこの辺で終了したいと思います。まあ一応体験版から始めてますが、製品版はすでに予約しておりますので、製品版もこのまま続けていきたいかなと思います。あとはあれですね、なんだっけ、まだ公式の、そのプレイ規約とか見てないんで、そちらを目を通して、できるようなできるようであればできるところまで製品版やっていきたいと思います。それでは今回はこの辺でバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。